ホワイトスターライン車規定の色をまとうブリタニック。徴用され、塗装が変更されたブリタニック。ブリタニックは、キュナードライン所属のルシタニア号やモーリタニア号に対抗するべく、比類ない大きさの3つ揃いの船舶を建造することを決定した。これらの船は速さではなく、豪華さと安全性に重点を置くものとした。3隻の名称は後日決定され。 それぞれの名称には設計者の意図を込めて、オリンピック、タイタニック、ブリタニックと命名された。予算面とドックの条件で2隻の岬だって造船され、1908年に1番線オリンピック、その1年後の1909年に2番線タイタニックに取り掛かった。そしてオリンピックが浸水した1911年に3番線の建造が発表された。元来、 この三姉妹の基本的な図面は全く同じであったが、先立って乗客を乗せ実際に公開した一番線オリンピックの問題面や改善点を受けて二番線であるタイタニックには若干の仕様変更があった。またオリンピックタイタニックの船長を務めたエドワード・ジョン・スミスは遅まきながら巨大船の操船に慣れが足りないことを辞任すると、 その扱いに熟練した人材を手配する。当時、オリンピック級に匹敵する巨大戦ルシタニア号、モーリタニア号、アキタニアを保有していたキュナードライン社からチャールズ・バートレットを引き抜くと、ブリタニックの偽装工事の監督と船長に就任させた。ブリタニックもタイタニックの使用を受けて造船される。予定が1912年4月15日に起こった。 タイタニック号沈没事故を受けて、設計が大幅に変更された。また、底部のみだった二重船底を側面まで延長し、さらに防水核壁を B デッキまでかさ上げする処置が取られた。さらに最上部のボート甲板、センビ尾ー甲板には、クレーン式のボート釣り柱の取り付けが決定し、三等船客用の UFO 甲板は標準型救命ボート12隻で埋め尽くされた。 このクレーンは短時間で多数のボートを降ろすことができた。また、タイタニック沈没以前に内定していた船名、ジャイガンティックからブリタニックに改名し、1914年にようやく浸水式を迎える。イギリス海軍の戦線が東に広がるにつれて、トン数を増やす必要性が高まった。1914年に浸水式を迎えたブリタニックは、 第一次世界大戦勃発により竣工が翌年に伸ばされた。1915年5月にはエンジンの軽流試験を完了し、緊急の収益に備えた。竣工直後の1915年12月12日、ブリタニックは海軍本部の命により、病院船として徴用された。船体は純白に塗られ、緑のラインと赤十字をまとったブリタニックは、 チャールズ・バートレットの指揮下に置かれた。内部には3309台のベッドといくつかの手術室が設置された。上甲板の共用スペースは負傷者用の病室に転用された。B デッキのキャビンは医師の生活空間。D デッキのファーストクラスの厨房とレセプションルームは手術室に変わった。下部の船橋は軽傷者の収容に使われた。 医療機器は1915年12月12日に設置された。1915年12月12日、リバプールにて業務に適していると選されたとき、ブリタニックには看護師101人、歌手官336人、士官52人、そして乗組員672人からなる医療チームが割り当てられた。12月23日、ブリタニックはリバプールを離れ、 英ゲ界のリムノス島に位置するムドロス港に寄港し、病気や怪我を負っていた兵士を降ろした。ムンドスにて負傷者を乗船させるブリタニック。そばにいるのは HMHS がレカである。ブリタニックは同じルートでモーリタニア号、アキタニア号及び姉妹船オリンピックと合流した。少し遅れて5隻目のスタテンダムが加わった。ブリタニックはムドロスに行く前にナポリに立ち寄り、 石炭を補充している。帰国したブリタニックは四週間、ワイト島沖の水上病院として運用された。三度目の航海は九百十六年三月二十日から四月四日までであった。ダーダネルス海峡は一月に疎開されていた。兵役の明ける九百十六年六月六日、ブリタニックはベルファストのドックに帰ると、大西洋横断航路の客船にふさわしい改造が、 始まった。ホワイトスターライン社は改造費の補助金としてイギリス政府から7万5000ポンドを受領している。改造は数ヶ月にわたって行われながら徴用船として呼び戻しを受け中断された。呼び戻された後海軍本部は1916年8月26日にブリタニックを病院船として復帰させた。同年9月24日。 ブリタニックは4度目の航海のため地中海へ戻った。ナポリへ向かう途中の9月25日、激しい嵐に遭遇したが、無傷でこれを乗り越えた。10月9日、サウサンプトンに向かって出港。その後、5度目の航海としてムドロスに到着した時には、食品由来の疾病により乗組員が隔離されていた。船内での生活はルーチン化されていた。 午前6時に患者を起こし、船内を清掃。午前6時半に朝食を提供すると、船長が船内を見回って、検査を行う。午後12時半に昼食、午後4時半にハイティーを提供。患者は食感に治療を受け、また希望者は散歩ができた。午後8時半に患者は就寝し、船長が再び船内を見回った。看護師研修のために、 看護教室が開かれていた。英華海に位置するキクラゲア群島とケア島の位置。赤色の島がケア島。1916年11月12日14時23分、ブリタニックはリムノス島へ向けてサウサンプトンから出港した。これはブリタニックの地中海での6度目の航海であった。11月15日夜中にジブラルタル海峡を通過し、 11月17日朝に、石炭と水の補給のためナポリに到着した。乗組員673名、陸軍医療団員315名、看護師77名の合計1065人が乗船していた。嵐のため、ブリタニックは19日午後までナポリに停泊した。天候が回復した隙に出港したが、再び海は荒れ始めた。だが翌朝には、 嵐は収まり、ブリタニックは何の問題もなく、メッシーナ海峡を通過した。11月21日の創業に、またパン岬を回り、日の出過ぎにケア島とスニオン岬を隔てるケア海峡に、全速で入った。爆発8時12分、ブリタニックに大きな衝撃が走った。原因の嫌いは、1916年10月21日に、 グスタフジース指揮下の有望と SMU-73 が仕掛けたことが後に判明している。食堂での反応は素早かった。医師や看護師はすぐに持ち場へと向かった。しかし、船に乗っていた者が全員同じような反応をしたわけではなく、衝撃の少なかった船尾部では多くの人は小さい船がぶつかったのだろうと思っていた。船長チャールズ・バートレットと副船長ヒュームは ブリッジに降り、事態の深刻さはすぐに明らかとなった。爆発により、第一戦争と戦守層の間の水密隔壁が損傷していた。バートレット船長はすぐさま水密扉を閉めて、救難信号を送るように指示すると、乗組員に対して救命ボートを準備するよう命じた。すぐ SOS 信号が発せられ、周辺海域にいた数隻の船がこれを受信した。しかし、 ブリタニックがそれらから返信を受け取ることはなかった。最初の爆発によってアンテナ線が折れてしまっていた。つまり送信はできるが受信はできない状況に陥っていたのである。この時点で船長も無線通信士もこの事態を把握していなかった。カフの通り道にある水密扉が損傷。同じように第5、第6ボイラー室の水密扉もしっかりとは。 しまらなかった。さらなる水が、船尾から第5ボイラー室へと流れ込んでいた。通常の船なら浮いていられる限界を超えても、ブリタニックは浮いていた。戦闘の6つの区画が浸水しても浮くことができる構造で、第4、第5ボイラー室の間の重要な隔壁は、損傷を受けておらず、理論上は、ブリタニックは沈まずに済むはずであった。しかし、ブリタニックは、 その想定に反し、爆発の数分後には右側に傾斜し始めた。詳しくは口述するが、原因は看護師が命令に反して幻想を開けており、ここから海水が入ったためである。船の傾斜が大きくなるにつれて水位は高くなっていき、第4、第5ボイラー室間の隔壁から水が流入し始めた。ブリタニックは6つの区画を越えて浸水し、 もはや浮いたままではいられなくなった。脱出ブリッジでは、バートレット船長が船を救う方策を考えていた。爆発からわずか2分で、第5、第6ボイラー室からは退避させなければならなくなった。爆発から10分後のブリタニックはすでに、氷山衝突から1時間後のタイタニックと同じ状態になっていた。それから5分経過、E デッキの開いた幻想は、 海面下に沈んだ。第4、第5ボイラー室間の隔壁を乗り越えて入ってきた水により、ブリタニックは右舷側へ大きく傾いた。バートレット船長は船を座礁させるため、島に向かって航行するように指示した。だが、右舷への傾斜と火事の重さで、自力航行は困難で、爆発で操舵装置が壊され、火事を使った操縦はできなくなっていた。船長は、 左舷側のプロペラシャフト、すなわちスクリューを早く動かすように命じ、ブリタニックは島へ航路を取ることができた。これと、並行して、病院の職員は脱出の準備をした。船長は、救命ボートの準備は命じたが、ボートを降ろすことは許していなかった。船内にいた、少数の患者と看護師が集められ、ハロルドプリーストリー少佐は、王立陸軍医療隊からの文献隊を、 エデッキの後方に集め、誰も取り残していないことを確認するため、客室を点検した。バートレット船長をはじめとする船員たちは必死で復元作業を続けたが、船の傾きはどんどん大きくなっていった。他の乗組員は傾きが大きくなりすぎることを恐れ、命令を待たずに救命ボートを下ろすことにした。ボートを下ろそうとしたとき、 すでに船尾が持ち上がりつつあり、スクリューの羽根が海面に露出していた。左源から下ろした最初の2隻のボートは、そのスクリューに巻き込まれて破壊された。船長はエンジン停止を決断し、3隻目のボートを巻き込む直前でスクリューが停止した。沈没するブリトニック。最後の瞬間8時50分までに乗組員のほとんどは、 三3 5隻の救命ボートに乗って脱出した。この時点で、バートレット船長は、沈没の速さが落ちたと判断すると脱出作業を、中断、まだブリタニックが沈まずに済むかもしれないという希望を持ってエンジンを再起動した。しかし、ケア島に到着する前に選手部が、海没してしまい、島にたどり着けないと悟った船長は、 エンジン停止の最終命令を出し、船を放棄する合図として、2回、長い汽笛を鳴らした。ブリッジのすぐ下まで海面が迫ったため、船長と副司令官大工は折りたたみボートまで泳いで行き、そこで救命活動の整合を続けた。ブリタニックは船首を沈めながら、徐々に右舷側へ転覆して行き、煙突が次々と倒れていった。船長は、 現場の水深より長かったので、船体がすべて海没する前に選手部が海底に接触、ブリタニックの選手は海底に押し付けられて破断し、船体は右側を下にして海底に横たわった。救助 HMS、スカージパ板の生存者。タイタニック号沈没事故と比較すると、ブリタニックの救助活動は、気温の高さと積んでいた救命ボートの数。 救助に当たる船の到着時間により進捗が助けられた。最初に現場に到着したのはケア島の漁師であり生存者を漁船に乗せて運んだ。10時0分にイギリス海軍駆逐艦の HMS スカージが1隻目の救命ボートを発見10分後に停戦して339名を救助した。武装した蒸気船 HMS ヒロイックはすでにその数分前に 到着しており、494名を助けた。スカージとヒロイックの甲板には、それ以上の生存者を乗せる空間がなくなったため、ケア島のコリシアに紹介して生存者が、到着済みと確認すると、ピレウスに向けて出発した。11時45分、HMS フォックスハウンドが、現場海域に到着、会場の捜索後、午後1時に小さな港に、停泊して、 医療支援を行い、残りの生存者を乗船させた。午後2時には、軽巡洋艦、HMS フォーサイトが到着した。午後2時15分、フォックスハウンドは、ピレウスに向かって、出発、残留した、フォーサイトは、負傷により死亡した、ウィリアム・シャープ軍曹の埋葬を手配する。救助されながら、戦場で死亡した者もいた。ヒロイックで2名。 フランス戦績のゴリアトで1名亡くなり、3名ともピレウスの海軍領事の墓地に埋葬された。最後の死者はジーハニーコットであり、ピレウスにあるロシア病院で死去した。生還者は合計戦35名であった。死者21名の大半は戦備が持ち上がり始めた際にスクリューに巻き込まれた2隻のボートに乗り合わせていた。これら2隻で唯一の生存者は、 タイタニックにも乗務した女性客室係のバイオレット・ジェソップであった。ボートの下に潜り、頭蓋骨折の重傷を負いながらも生き延びている。他の救命ボートに乗った人はほとんど救命されている。ブリタニックは海底に横倒しになって沈没している。船長のバートレットは、沈没の原因は U ボートの魚雷によると考えていたが、第一次世界大戦後の英海軍の調査では、 結論が出なかった。ドイツ側に該当する攻撃記録はなかったが、U-73 の艦長、グスタフ・ジースは戦後、ブリタニックが触雷する3週間前に12個の機雷をケア海峡に付設したと証言している。さらに、沈没地点の南の海底域に機雷の基部と思われる物体や本体の破片がソナーで確認され、付設海域が ドイツ側の記録と一致したことから、魚雷ではなく、機雷によって沈没したと解明された。1996年に、ケア海峡で本格的な探査が行われた。選手ウェルドック右側に非常に大きな破壊口が発見されている。水深120メートルに沈む船体内部に入り、機関室とボイラー室を調査した結果、閉じるべき防水扉が数箇所。 解放状態のまま発見された。敵潜水艦が出没する海域では扉をすべて閉じることになっていたが、業務上、それでは不便極まりないこと、浸水した時は扉の横にある手動レバーで閉じられることを理由に解放したままにされたと思われる。規則によりすべて閉じていたはずの幻想が多数開いていたことも分かった。ブリタニックはもともと北。 大西洋航路用の船であり、冷房はなかった。暑い地中海航路では、ボイラー室の真上にあり、海面に近いデッキは、かなり蒸し暑かったに違いなく、そのため規則を破って、多数の窓を開けたと推定される。これらの不始末は、ブリタニックの沈没を早めたと想像される。また、沈没の原因として、石炭庫で、粉塵爆発があったとも言われていたが、 戦体にその痕跡は認められなかった。主な執筆者の姓のアルファベット順、出版都市順、ありがとうございます。